90秒でわかるドラゴンズドグマ2魔物編。この世界の魔物たちは生々しく力強く息づいています。生息する場所によって異なる生態を持ち、知性を持つ魔物は連携して襲いかかってくることもあります。謎かけを行うスフィンクス、首なしの騎士デュラハ、メデューサ、ゴーレム、グリフィン、ドレイク、そして聖堂の巨人タロスなど、王道ファンタジーの世界に思い描いた姿で登場する魔物の数々。魔物との戦いではあなたの想像力が試されます。魔物の体をよじ登る、地形や他の魔物すら利用する、こんな倒し方はどうだろう、こんなことはできるだろうか。立ちはだかる巨大な魔物、遠距離から弱点を狙うという方法もあります。素早く相手の背中を駆け上り急所を突くのもいいでしょう。足を狙って体勢を崩すのも効果的です。回復やバフで味方のポーンたちのサポートに徹してもいいかもしれません。このように選んだジョブ、ポーンとの連携、地形や物を利用した戦術など、魔物との向き合い方はプレイヤーのアイディア次第です。王道ファンタジーの世界を自由に冒険できるドラゴンズドグマ2。この世界は驚きと実在感に満ち溢れている。